奇戦とは、囲碁の大会、特にプロのものを指す言葉。室町時代末期から、公家や大名により、東大の名手を集めた誤解が模様されることが多くなり、著名なごうちの強さの格付けもされるようになる。江戸時代になると、その中の本因坊三佐や林間といった者たちから、家元制が生まれ、家元が幕府に出資してのお城語や、自社奉行の許可に基づく争い語などが公的な、 対局として行われていたほか、武家や合唱が講演者となっての対局も行われた。明治時代になって、囲碁会が江戸幕府の保護を失うと、騎士たちはスポンサーの支援によって対局を行ったほか、新たに結成された講演者では、月例会の寄付は雑誌、過去域新報に掲載される。囲碁愛好者の拡大に応じ、1878年に、 郵便放置新聞で初めて新聞に寄付が掲載され、時事新報が1896年から後のしおりと題して寄付連載、続いて1898年に国民新聞、神戸新聞で寄付を掲載する。1905年に1万長報で開始された5 0は本院訪門と放演者それぞれの勝ち抜き戦を交互に掲載し、1910年からは 両派合同の連合選手選となった。その後、日本新聞、読売新聞、その他の新聞が寄付掲載を行うようになった。この頃ろ対局料は、公表や弁当代まで含んで20円で、1万兆法が参入した頃には25円になった。代表的な新聞の寄付掲載、対象時代に設立された非正解では、その寄付を放置新聞に掲載。 1924年に日本記院が設立されると1927年からそのお手合は朝日新聞日本記院を脱退した5名の騎士による帰省者の手合は放置新聞日本記院対帰省者敗退手合は読売新聞とそれぞれの組織が新聞社と契約するという形になる国民新聞は日本記院の少年騎士の対戦府 東京日日新聞では日本棋院の新進騎士の新進打切レゴ戦を掲載。また1928年には東京日日新聞主催で全国素人囲碁大会が開かれ全国規模のアマチュア棋戦の講師となった。その後、プロ棋士によるトーナメント戦としては1933年に読売新聞主催の日本囲碁選手権手合が行われ優勝者 ご制限と本因坊秀才名人との記念対局が話題となった。同年には、時事新報による北に実るとご制限の十番号も行われた。1938年に本因坊秀才の引退に伴い、本因坊の名跡を日本棋院に譲渡し、その名跡を選手権制で争う本因坊名跡争奪、全日本が小池選手権を手合い、いわゆる本因坊戦が、 昭和14年から毎日新聞主催で開始される。その後、同様のタイトル戦形式の棋戦が行われるようになり、1953年に王座戦、1954年にラジオ放送による NHK 配争奪トーナメントなどが始まる。1961年には多くの圧力を経た後、名人戦も開始される。また、 女流騎士による棋戦として1930年に、時事新報主催の東西対抗女流棋士戦、早碁棋戦として1936年に、時事新報主催の早碁選手権大会など、様々な形の棋戦が行われるようになった。日本で発展した棋戦の形式は、韓国でも1947年の朝鮮近接立と共に行われるようになった。中国では中華人民共和国の、 囲碁強化政策により、1957年に全国学校行き個人戦開始、1962年に中国学校行き協会がプロ騎士制度を取り入れたことにより、日本や韓国と同様の形式の帰戦が行われるようになる。台湾でも1974年開始の名人戦など同様の帰戦が発展した。ヨーロッパでも明治以降に、 以後の愛好者が少しずつ増え始め、各国でトーナメント戦が行われるようになり、1957年にはヨーロッパ語コングレスが開始された。各国間の交流も次第に盛んになり、1955年に5カ国のアマチュア騎士が参加しての国際囲碁トーナメント大会、1963から64年に9カ国によるインターナショナルアマチュア5トーナメント開催。 1979年からは、世界アマチュア囲碁選手権戦が15カ国の参加で、開始、2007年には68カ国、地域が参加するまでになっている。プロ棋士の国際棋戦としては、1988年に、世界囲碁選手権富士通杯、IBM 早号オープン戦、王将棋杯世界プロ囲碁選手権戦が、開始、1990年代以降は、 韓国や中国の主催による世界選手権も開始され始めた。これまでのプロ棋戦は、スポンサーとの契約金を主催する棋士組織内で、成績や段位に応じて分配する形で行われていたが、2009年開始の BC カードハイ世界囲碁選手権では、トーナメント上位者に賞金を与えるという賞金制の試みもなされている。囲碁は、 マインドスポーツの一つとしての位置づけも広まり、2008年開始のワールドマインドスポーツゲームズや2010年代16回アジア競技大会でも競技種目と採用されるようになった。また、中国では団体戦形式の中国学校域リーグ戦が1999年に開始、同形式の韓国ンゴリーグも2004年に開始、高い人気を持っている。 終了期戦、終了期戦、終了期戦、本因坊戦などの期戦は日本起院によって行われたが、1950年の関西起院独立以後は本因坊戦他多くの期戦は日本起院と関西起院の2組織の共同で行われる。その他に日本起院単独、関西起院単独で行われる期戦もある。歴代の七大タイトル獲得者は日本の囲碁タイトル在位者一覧を 歴代の記録については、以後の記録一覧を、名誉称号については名誉称号を参照。以下、主催、共産、講演については、日本棋院及び、関西棋院は省略して記載する。上記が、日本棋院の7大棋戦で、棋聖戦、名人戦、本因坊戦は、リーグ戦で挑戦者を決定し、他の棋戦はトーナメントで挑戦者を決める。 賞金額が特に大きい規制戦、名人戦、本因坊戦の3つを三大棋戦と呼ぶことがある。2003年以後の商談規定では、規制戦、名人戦、本因坊戦、世界戦、優勝1回、王座戦、天元戦、五星戦,戦、十段戦、優勝2回で九段商談、また規制戦、名人戦、本因坊戦の挑戦権獲得あるいは王座戦。 天元戦、五星戦、十段戦、優勝一回で八段商段となっている。最多同時獲得は七冠達成の井ヤマ・ユ6タ。六冠達成者も井ヤマのみである。七大タイトル全てを一度でも獲得すると、グランドスラムとなり、井ヤマ及び長知君、チョークの三人が達成している。また、三大タイトルを同時に全て保持することは、大見館と呼ばれ。 イヤマと長の二人が達成している。名人と本因坊の二巻を同時に保持した場合は、名人、本因坊の故障がしばしば用いられる。下記のうち、アゴン、キリヤマ杯、NHK 杯、流星戦はすべての騎士に参加資格がある。女流棋戦地方棋戦、非公式棋戦ペア棋戦、非公式棋戦。韓国では、プロ棋戦は、韓国棋院が中心となって実施される。 現在、韓国棋戦は縮小傾向にある。2016年には50年以上の伝統ある国主戦と名人戦が中断してしまった。毎年行われる個人棋戦は GS カルテックス杯とイ棋王戦の2つのみである。出場資格が制限された棋戦と招待会をすべて合わせても10校前後で前世紀の半分ほどになってしまっている。 このような現象が加速化したのは2014年からで、天元戦、物価上報杯、大船坂などが相次いで廃止。王位戦、覇王戦、最高位戦など歴史ある帰戦も終了した。これは韓国囲碁市場がリーグ戦に移ってしまったからである。総予算約3.4億円の囲碁リーグの方に、韓国基因も力を入れ始めた。しかしこれにより、 リーグに入れない騎士たちの対局機会が大幅に減ってしまった。年間一局しか打てない騎士も出始めた。中国では中国学校域協会、または1992年設立の中国議員が中心になって行うが、生徒議員による西南王戦など地方独自に実施される棋戦もある。また全国運動会、全国体育大会や全国知力運動会などでも、 種目と採用されている。1975年開始の全国団体選手権が開始され、1999年からは上位チームが高級リーグ戦に移行。海リーグにおつ級、平級があり、上位リーグとの入れ替えを行う。日本、韓国、台湾よりの選手及びチームの参加もある。2013年には女子高級リーグも開始された。 その他中国の囲碁の招待期戦参照。台湾では1952年設立の中国学校域会によって期戦が行われていたが、2000年に台湾基院、2008年に美穂基院が設立され、それらによる期戦も行われるようになった。ありがとうございます。